去年開いたパーティー、過激なダンスショーが繰り広げられていたことが分かりました。問題のパーティーが行われたのは去年11月。その日、和歌山市内のホテルで自民党青年局近畿ブロックの会議が開かれ、青年局の国会議員や多くの地方議員らが出席しました。その会議の後開かれたのが懇親会。そこに露出度の高い衣装を着た複数の女性ダンサーが現れ、ステージで踊ったり参加者にボディタッチをしたりしたといいます。問題の懇親会に参加したという大阪府議は FNN の取材にこう回答しました。こんな余興があるとは知らず呆然とした。これはまずいと思いながら手拍子するしかなかった。この府議によりますと、ダンサーは2回登場し、初めの露出度は高くなかったものの、参加者の酔いが回ってきた2回目には下着のような露出度の高い衣装で出てきたということです。印象悪すぎだよ。これ騒ぎになるでしょう。ありえない。こんなことをやっていたら自民党が下野してしまう。自民党の梶山幹事長代行は今日、費用については公費は出ていないということだけは確認をできております。知らんの帽子が小皿叩いてちゃんちきをけさおけさせつまややる